わ t s up! <S ガクトと、ゆうたの今日から使える、ワンプレイスインリッシュあ、ゆうた、ゆうた、この前言ってたさ、ホテルの予約取れたあれ取れてん。あ、まじ一応来週であの、アポイント前に取っといたから。あ、まじありがとう、ありがとう。てかさ、なんかさ、この前言ってたさ、人気の美容室行きたいみたいな言ってたやん。あれ、あれどうやった予約取れたそうやね。あれもな、奇跡的にレザベー,ーション取れてん、来月。あ、まじで。やったやん。あれなかなか取れへんからなぁ。 あ、ごめん、ちょっとな、もうすぐの、社長と物件があるから、行くわ。うん、あの、いやだ、さっきからあの、無理に英語を使いたいのはわかるんやけど、全部使い方間違えてんで。はい、ということで、今日は予約の、まあ、あいろんな表現をね、うん、ちょっとこうやっていったんやけども、いろんな言い方があるから、ちょっと間違えやすいよね。 そうやね。まあ、で、ね、このさっき出てきたこの、レザーベーション、アポインメント、ブッキングって3つともその日本語で予約で、は、まあ、どれがどれやねんって感じやねんけど、まあ、実はこれニュアンスにちょっとずつ違いがあって、まずこの、レザーベーションとブッキングの2つに関しては、どっちかって言ったら物とかを予約するとき、まあ、だがその、ホテルとか、まあ、飛行機のチケットを予約するっていうときによく使われます。まあ、逆にこの、アポインメントっていう方は、まあ、さっき文章でも出てきたんやけど、その、美容師とか、まあ、医者とか、ま、あと会議があるときとかの、ま、人に会う約束っていうときに、アポインメントっていうのが使われてます。 で、この日本語やったら、そのダブルブッキングとか、あれやんか、言葉が。あれやったらなんか人と会う予定が重なっちゃったみたいな意味やねんけど、実はこれ和製英語的な使い方で、その人と会う予約束の時は、実はブッキングっていうのは使われへんねんな。友達と会う予定とかやったら、逆にこれはアポインメントは使えへんくて、こういう時はプランスとまあ I will hang out with my friends tomorrow みたいな感じのへ、感じの表現で予約を表すことが多いです。というわけでね、これらの予約っていう表現、いろいろ気をつけて使い分けてみてくださいというわけで、今日はこの辺で、See you in the next video! 拜拜。Bye bye. Bye bye.